ガザ地区の病院の爆発を受けてヨルダンやエジプトなど周辺のアラブ諸国ではイスラエルに反対する市民のデモが激化しています。こちらアンマンのイスラエル大使館に続く道なんですけれども、数千人はいる人たちがですね、抗議のために集まってきています。道路を完全に埋め尽くしていますね。ヨルダンの首都アンマンでは18日、イスラエル大使館の周辺で大規模なデモが行われました。参加者はパレスチナに自由をなどと叫びながら、イスラエルによるガザへの攻撃に抗議しました。ヨルダンでこうした大規模デモが行われるのは稀で、イスラエル大使館に通じる道は全て警官隊によって封鎖されました。 For all the world to be united for the sake of the freedom of the Palestinian people。反イスラエルのデモはエジプトやレバノンなど周辺のアラブ諸国にも広がっていて、各国政府の対応にも大きな影響を与えそうです。